お疲れちゃんです。ちょい待て、え、やり直すこれ。お疲れちゃんです。あのちょっと待って、あんなこれ本当に違うから、本当にこれ何回これ撮り直しても毎回入ってきてもう撮り直しが効かなかったんで諦めます。はい、ってことでお疲れちゃんです、ラットです。そしてはい、お疲れちゃんです、ラットです。はい、ってことでね、あのまあ最初で最後であろう、まあ、彼女コラボですね。はい、ちょっと温かい目でマジで見守ってください。本当にこの子マジでただうるさくて常にその喋って喋って喋りたがりっ子なんで、本当にまあしゃあないですね。そういうところがいいところあるな。まあちょっと待ってな、本当に待ってな。はい、ってことで今日は何するかっていうと、最近マルチ動画やってて、まあ今日ちょっとね、もう今ちょっと上がってないっていうので、そんな今日はねグラチャレの方、まあ、やりたいと思いつつ、まあデッキ紹介ですね、久しぶりに。でデッキがですね、こちらのライドラ、メガナイトライドラの、まあ、メガナイトディガーデッキの、まあ、あるじゃないですか、メガナイトディガー枯渇のクローンですね。はい、こちら、まあ、おもちゃデッキでございますけど、このおもちゃデッキがめちゃくちゃ強いです。マジで強いっていうので、まあね、グラチャレの方ですねやっていきたいと思います。そう、ライドラが完成してないんでね、まあグラチャレですね。先生、おもちゃデッキとは何ですか？おもちゃデッキとは何ですかって急に入ってくるやん。いや、まあそのクローンっていう、まあ実質おもちゃみたいな感じ。うん、ちょっと難しいや。まあ遊びってことだね。そう、クローンとか、まあ、普通にちゃんとしたデッキで使うっていうのはあんまないから、まあそういうこと。すごーい、適当すぎん。はい、ってなわけで、あーこれな、クローンが回ってれば吹き矢出してクローンしてたんすけど、まあ、回ってないんでね、一回まあ待っていきます。よいしょ。スケバレコウモリ吹き矢にクローンしていけば相手のターン落ちるんで、これザップで止めてあげたら OK。 はい、よいしょ。っていうことで、これ何が来るかな、ディガーか。あー、ライドラが、まあいいや。でもこれにコウモリとスケバレでクローンしたら相手のタワー落ちますね。やばい、待って、間に合わない。よいしょ。これでもクローンしたら相手エリキが多分ワンチュン出るけど、オッケー、お疲れ。はい、お疲れー。いや、マジで、あ、落ちんかった。まあ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 、言うてですね、相手はエレキとウッドとスケルトン、ディガー。高回転のディガーっぽいですね。でもバルキリーか、なんかそういう系が入ってるかなーっていうやつですね。はい、ってことで、まあ、ケツメガナイトで形を作ってあげます。はい、これは美味しいですね。おや、あー、まあそうですね、これは吹き矢が多分届かないのかな、まあ、これザップで一回リセットとかもありますし、ライドラで、あはー、ライドラ強かった。これだってライドラがもう無限感電みたいなのがありますね。で、これに、まあ、エレキを割いて、よいしょ、ここで、はい、クローンですね。はい。で、相手はもう今、吹き矢にね、あれを使ったんで、まあ、エレキでワンチャン処理してくるぐらいですかね。はー、エレキは間に合わないところですね。OK。ってな感じで、もう相手ディガーっぽい。そう、ディガーっぽいだから、高回転のポイズンで、ウッドでエレキで、普通に考えたら、もうボロ負けなんですけど、まあ、勝てちゃうんですよね、これが。これが勝てちゃうんですよね、これは。はい。もうこれ、吹き矢この辺出して、あはー、いたきらめた。お疲れ。どうでしょう。さすが、すごいですね。まあ、やっぱりもうあんま分かってないんでね、この子は。はい。よし。てなわけで、とりあえず、スケバレコウモリのライドラにクローン打っとけば、タワー落ちますね。で、流れ悪かったら後ろからメガナイト出したり。おお、待って、ピラメキやんけ。これあのデトネーションのプロ選手、よろしくよろしく。待って、ガゴスタンプや、めっちゃ可愛いやん。ミニペッカーパンケーキ持ってる、めちゃくちゃスタンプアピールしてくるやん。同じ目力対決で、あー、やば、まさかのですね、これは勝ちたいな。これ勝ちたいけど、相手待ってるんだよな。
めちゃくちゃスタンプやってくるやん。あータイミング、なんかこれはディガーの方に、じゃあコウモリの方にディガーを飛ばしてですね。 OK。 あーん、あれ全然よくわかんないですね。またこれザップって、 OK。 でこれ吹き矢を、まあ、一発かな。あー2発か、もうワンテンポ遅めが良かったですね。はい、まあ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 、相手が枯渇、ただプリンスがワンチャン入ってるかな。ワンチャンプリンス、あー入ってない、なんだこれ。これは多分これだけで、おや、さてはこれはあれですね、あの羽羽さんの羽羽さんデッキやね。今日はそう、なんか羽羽さんが多分なんかドズルさんの大会優勝された方のデッキですね。よいしょ、意外とライドラが苦しいんじゃないかな。これ多分ライドラの関連で一発ぐらい、おいしい。あーこれだるいですね。まあいいや、これスケバルコウモリのディガーの、あーまあクローンはまだ、まあ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 隠しときましょうかね。まだ、いやーだるい、厄介ですね。やばいやばい、強くね、このデッキ。相手の枯渇がしんどいですね。僕はスペルザップだけなんで、これで後ろメガナイテに対して多分後ろキョスケかな。あーやばい、強い。さてこのデッキ強い。これもあのあれ邪魔なんで、こんな感じで逆サイにやって、まあ、左はも無視ですね。でこれにクローンやって、あーよいしょ。待って、戻ってこないで。あー待って、スケバリに外したけど、言うて言うてですね、言うてこれ、いやワンチャンある。負けだやん。ちょ待って、やだやだ、ピラミキに分からせられた。くそー、これ強いな。相手の敵パクろっかな。グッドゲーム。はい、まあ負けるときもありますね。まああのもうプリンセスとか吹き矢がちょいしんどみですから、まあ1枚とかだったらディガーで処理できるんですけど、まあ、バレルに吹き矢にプリンにっていうので、まあ、ちょい突破できなかった感じですね。はいはいはい。はい、よいしょ。でなわけで本日ラストバトル、よいしょよいしょ。はい、でも基本的にマジでスケバルコウモリにクローンしとけば突破できるんで、本当に多分なんですけど、これはアイゴリにライドラでもよかったな。もうこれライドラ合わせますね。アイゴレダクプリ30匹とかかな、ちょいわかんないですね。なるほどね。これもインドラ咲いたんで、こっち側にメガナイト出してカウンターの形作ってあげますね。あのインドラはまあコウモリとかフキアで処理、これライドラが強い。これ私も使える？これはね、使えるね。多分。いた絶対。多分だよ、多分。そんなやってないやんだって。そういうこと。そう。まあ一応ね、やってるぐらいだね。はい、そう。だからマジで、使いやすいと思いますけどね。スケバレコウモリに形作って、これに、クローン打っていきますね。やった、これやったわ。ダクプリの、あー旬どけ、そんなことではないの。そういうこともあるの。やばい、待って、なんか負けそうなんだけど。まあまあまあ、言うてこっからこうザップ打ちたいな。耐えて。相手はアイゴレダクプリ人気か、やって気づいた。相手はちょいと前の環境の人気デッキですかね。やだな、これじゃ言うのどうにもできないんで、とりあえずインドラだけね、ちょっとやばいことにならないようにしっかり防衛してですね。 OK、 ここはしっかり形作っていけば、相手はポイズンとかじゃないからしっかり突破できますね。よいしょ、
こうライドナでコジョバボ押さえてあげて、オッケー、あー痛い痛い痛いよー。けどこれもう許容して左側からゆっくり形作ってもうワンパンで持っていきますね。よいしょ、はい、手の上げで形作ります。あのインドラマもライドラによってあんま怖くないんでね。よいしょ、あ待って、吹き矢やばい、そっち行きすぎ。これザップ打ってあげてクローン打ちたいんですけど打つタイミングあんまない。ここですね、ここでユニット重ねてクローン OK で、こんな感じでやってあげると相手多分めちゃくちゃしんどいから、このライドラ2体が意外と訳すんすよね。オッケー。で、リガー。ん？綺麗に守れちゃったよ、みたいな。音？音？まあ、けど、これ、ケツライドラで逆サイを、まあ、コジョババガゴ来ても、あの、このメガナイトがね、そういうこと。お誘いメガナイトって感じですね。オッケー。で、これも左右どっこいしょタイムですね。これ、左側も攻めるし、右側も攻めるよっていう、相手からしたら苦しいですね。で、これにクローンしてあげて、まあ、どっちでもいいですね、もうこれは。で、これ左側ディガー飛ばしてあげたら左側も落ちて、みたいな感じね。よいしょ。はい。まあ、言ったら作業ですね。はい。こう、簡単に言うけど、あれよね。ね、右も左も攻めれないよね。うん、ね、あれ難しいよね。今、何試合した？今、何試合した？そうですね、3試合もやりましたね。てなわけで本日は終わりかな。なんか内容薄っなんかそう、あの前のな家に突撃してきたやつが濃すぎて内容がなんか全然最近ちょっと薄めの動画になっちゃうんですけど、それしゃーなしですかね。はい、てなわけで、まあ、本日は終わりにしたいと思いますね。マジでよければね、こちらライドラ持ってないと結構厳しいんですけど、持ってる方はぜひ、はい、使ってみてください。というわけでチャンネル紹介、はい、彼女もね YouTube やってるんで、やってないなはい、やってないです、やってないです。はい、よければあのチャンネル登録の方も僕のですね、よろしくお願いします。ではバイバイ。